観覧型駆逐艦は、大日本帝国海軍の雑役船の選級。第一次世界大戦時に、地中海での戦乱護衛のために、イギリス型を日本人乗員が運用した。大戦終結後イギリスに返還された。本来の艦級である H 級駆逐艦の同型艦は20隻。うち2隻が日本に対応された。 第一次世界大戦において同盟国イギリスの戦乱護衛のため日本からも駆逐艦12隻等が派遣されたが、イギリスから対応された H 級駆逐艦2隻も参加した。正式に日本海軍籍に入ったわけではないが、日本人の乗員が運用、艦長も日本人で軍艦機を掲げて任務に当たった。一説には大量発生したゴキブリを駆除できず持て余していた。 両艦を日本にあてがったとも言う。観覧型は2隻ともカバ型駆逐艦からなる第二特務艦隊第11駆逐隊に編入。大正7年4月1日に第11駆逐隊は第23駆逐隊に解消され、以降転属することなく返却まで過ごした。1 1るについては第11駆逐隊の項を参照。 AB 対象6年10月9日付海軍大臣官房官房第3052号。AB 対象6年10月16日付海軍大臣官房官房第3143号。阿川博行、軍艦長戸の生涯、ハット AB 対象6年11月19日付海軍省、経理局教物、第264号。 AB 大将8年2月1日付海軍大臣官房官房第322号。ありがとうございます。